りゅうちゃん、ひろと、工作、せーの、アサップです。イエーイ。本日はワンマンの映像を3人で副音声で振り返ってみましょう。イエーイ。まあ、何かと言いますとですね、はい、去年の11月28日に僕たちが、新宿レニーで行われたワンマン映像をですね、はい、あの YouTube の方に載せております。そちらの、映像とともにですね、僕たちの裏話だったりとか、涙なしじゃ語れない話とかをですね、根掘り葉掘りちょっとみんなでお話ししながら映像を振り返っていきたいな、と思います。今日はヒロと気合入ってるね。気合入ってる、うん、だからもうこの副音声で僕たちが1年の奇跡として朝アップのワンマンライブをしてきたから、うん、それも感情を込めて動画を見て副音声でやっていきたいと思います。じゃあ早速、はい、行きましょうか。はい、はい、用意、動画スタート。もう早速この両兵のパワフルさが ね、いいよね。うん、さよなら大好きだった人っていう曲で、うん、そうですね、僕一番好きかも。楽しいよね、やってて。ラブ、ラブ、めちゃくちゃいい映像だよね。うん、これもね、特別に作ってもらって、リハ中ですね。あれ、はい、カメラ入ってること本当に分かんなくて、うん、気づかなかったよね。その時も心臓バクバクだったよね。リハでも心臓だったもん。これ僕たちの代表曲の冷静ピーという曲ですね。デビュー曲みたいなもんだよね。デビュー曲で初披露したのもこの曲だったもんね。それデビュー曲や。まだその頃披露、あのナチュラルメイクだった、ね、ナチュラルメイクだったね。これでも今の感じの一応決まった曲ではなかった。あー、いいね、いいね。なんか懐かしい。まさに先生、今ちょっと結構ね、これバラード曲なんですよ。結構僕たちの中でもなんか、なんていうの、すごく感情をね、込めて、感情を込めて歌うとこなんですけど、で、白鳥聖也くん、ちょっと今なんかすごい感情が溢れてたよな、ロッカーみたいな、なんかどっから感情の高ぶりがすごいね、これすごい。こうなった、こうなった。皆さんここ注目して、ぜひ止めて見てみてください。じゃあ続きいきます。せいやくんね、この時教育実習中で、そうだった、僕たち、そうそう、この時あの白鳥せいやくんが教育実習中で、大学生なんですよね。そうなんですよ、教員免許を取るために、そう、学校に教育実習に行ってて、ちょうどそれがワンマンのな、僕たちの本当に過密なその練習スケジュールと本当にどんかぶりで大変だったね。多分彼が一番ここワンマンではすごい大変だったと思う。確かに振り入れの時も いなかったから、最後のリハーサルの時も教育実習行ってて、まあ、それでもこうやってね、ちゃんと合わすっていうのはやっぱさすが白鳥先生ですね。天才派だったね。これ音源であの YouTube で今流れてるからね。そうだ、ぜひ皆さん一緒に覚えてライブで楽しみましょう。はい、この時もうやばかった。もうこれはもう一人一人の言葉が胸に刺さって、やばかった本当に。すごいね。今回ちょっとこういったステージに立たせてもらうことが本当に光栄で、追加メンバーで入ったっていうのがあるね。逆じゃない、追加メンバーで入ってさ、誰よりも今一応みんなでアサップで行くんです。アサップで浅いのに誰よりも泣いてるっていう。大丈夫よ。確かに
でもそれほどやっぱヒロトの浅っぱいよ。浅っぱいが強いです、僕。こんなんで。ちょっと目にいただいておく。そうだね、じゃあ。うん、アサップとは、あ、アサップとは僕の居場所であまり、あ、ごめんなさい、もう一回言って。果たしてこられるのも、こういった素敵な人物と出会った分かる気持ち、皆さんが応援してくれた。男のヒロとどこ行っちゃったんだろうな。どういうこと？どういうこと？ここにいるよ。君のそうだ。本当に皆さんも心なんかすげえ泣きそうなるんだけど、こっち見ると、そうそう、引いちゃう。なんでなんで、あ、かっこよく泣いてるじゃん。この時ね、もう、ゆうちゃんが泣きそうになってたの。そうそう、泣いてましたよ。どうぞ、どうぞ、どうぞ。それがすごい。本当に楽しんでいただけたら、僕たちはすごい幸せです。改めて、これからも僕たち、アサップは頑張って。泣くで言ったらさ、ヤングチーム全然泣かない。泣かない。マジでヤングチーム泣かない。この3人は本当によく泣く。どこでも泣く。正直どこでも泣くよ。安いよ。このなんかワンマンの2、3日前に決起集会みたいな感じで、場所はなんかガストなんですけど、ファミレスでよ、いい大人たちも23、26、30、当時32歳。のメンバーがもう号泣。ヤングチーム、からっからっ。そんな。こちらですよ。ハイアイ宣言という曲です。初披露だったんだね、これが。一回止めていい？いいよ。僕たちって今までなんか王子様でいたいっていう願望はあったんですけど、なんか目に見えたコンなんていうの、その形になるなんかテーマだったりとかが正直なかったんですよ。でなんかこのワンマンでそのファンの方々にはですね、サプライズで最後の曲で、まあなんか新衣装、初めての僕たちの何オーダーメイドで、メンバーカラーもしっかり入った衣装をしてもらって、今まで自由とかだったもんね。そうそうそう、自由で物々を買ってきた衣装を着てライブ挑むとかだった。アマゾンとかだからさ、なんかファンの方々って本当に何検索力すごいからさ、すごいよね、すぐ特定されるのよ。発表した次の日にアマゾンのこれでしょみたいな、わざわざ URL で理由持ってきて3800円だったよとかね。その衣装買ってきてくるからね。衣装かぶりっていうね。この振り入れもこれ深夜連だったんですよ、全部が。深夜連でね、本当に覚えれなかったんだけど、もうみんなで協力して覚えたよね。夜中にもうダンスするって概念がなくて、確かにすごい人生で一番大変だったって言ってあれだけど、結構ハードなスケジュールで生きてたよね、この時は。でもそれがこうやっても本当にたくさんのお客さんが見ていただけたら、もうそのみんなの笑顔がね、僕たちに全てに報われたなっていう、頑張ってよかったなって思えるね。本当にいい曲。前里さん、前里さんといえば、うん、そうだよな、あの僕たちなんかが普通だったら手掛けてくれないようなね、大きな素晴らしい方、偉大な方、有名な平野翔さんとかの曲を手掛けてる方はね、めちゃくちゃいい曲、ほんとに。この曲ってすげえさ、ライブでも何回もしてんだけど、うん、マジでやり飽きないよな。やり飽きない、うん、これは本当にやり飽きない。やればやるほどさ、いい曲だなと思うさ、うん、もうするね曲よ、これ。もう何も、なんか、つい日常の時でも、チーズサンドがやっぱうちの曲。確かに、そうかも、うん。ちなみに僕、これあれなんですよ、ラブリースパイス王国なんですよ、この時。ラブリープリティなんだっけ、プリティースパイス王国って言ってます。間違えた、間違えてます。これ戻す、いや、戻さないです。自称する、自称しない、しない、しない、しない。あ、そういうこと、戻す、大丈夫ですか、戻して。取れなくないっすよ、なんかヒロトがこれメイクこれじゃなかったらクソつまんない。やばい、やばい、やばい、それは間違いない。はい、僕です。皆さんの心は僕の中にあります。プリンス、ごめんなさい。これ間違えてる。
皆さんの心は僕の心の中にあるキューティースパイスをここから来ました、ひろとと言います、よろしくお願いします。キューティースパイス、キューティースパイス、キューティースパイス、パンパン。いやさ、これあとさ、なんか思ったのが、俺はさ、エナジースマイル王国から来ましたゆのすけですみたいな感じで、なんかその国名と自己紹介だけ言うのかと思ったら、ひろとあたりかなんかそういうなんかさ、なんかじゃあ良平だよ、良平が裏切ったんだよ、キャッチフレーズみたいな突き出して、なんかうわやられたと思って今でも結構根に持ってるからな、本当にね、ここでと工作のけなのか、なんもなかったからなかったね。でもアイドルってそういう世界だから、気を落とし合いではないいやそうですね、はい、こう見終えて、うん、なんか本当に昨日のことのように記憶が鮮明に出てくるね。23年間生きてきた中で一番すごい感動にもなってし、思い出残る一日だったって言っても過言ではないぐらいもう思い出もありますし、なんかそれをこんな綺麗に動画にしてもらって、うん、めちゃくちゃ僕は本当にありがたいなっていう気持ちでいっぱいですね。いやそうだよな、俺もさ、まあ、32年間、今は33歳だけど、うん、まあ、生きてきてこんな大変な情勢の中をさ、うん、俺ら6人のためにさ、うん、集まってくれて、うん、俺らもさ、もう命がけでやって、うん、で見てくれる人もさ命がけで応援してくれて、うん、なんかそういう記念すべきさ、これ振り返るな、これは俺らだけじゃなくてファンの方々みんなで作り上げたライブだっていうのは本当にすごい身に染みて感じてますね。ひろとどうやった？いや本当になんかぶっちゃけ僕追加メンバーっていうのもあって、うん、なんかまあ2人も言ってたけど、まあ2人は結構長い間アサップにいるかもしれないけど、僕追加メンバーで入ったから一番なんかアサップに思い入れないかなって思われがちだけど、僕もそのメンバーそれぞれに愛情を持ってるし、本当にこのあのワンマンライブができて本当に嬉しかったと思います。そうなんですよ、 あんまりこういうことはじゃあ、 今3月9日ですね、現時点でこの動画についてるコメントをちょっとなんか、うんうん、励みになるような、そう確かに、うん、緊張するけどねこういうの、上から両辺とか、あ、両辺かわいいもんね、あの子、うん、ハートがいっぱいついてる、うん、もう外国の方ですよ、これはすごい海外、グローバルだね、グローバル、アピピングとアピングさんってチューですね、きっとあれやな、すごい褒めてくれる、顔文字わかんじゃん、そう、わかるわかる、褒めてくれるんだよ、わかる、勇気づけられましたみたいな感じだな、そういうこと、そんな感じだわね、その下も、その下も、むキャラツバックこれも聞いた、多分褒めてくれる、ハートが増えてるもんだ、いいことしか書いてない、いいこと、え、嬉しい、可愛いだろ、テンティーマね、あ、美しいコンサート、あ、同じ人が、うん、ほら、あ、そう、熱意的、そう、熱意的に日本語に訳してくれてるんだ、すごいありがたい、ありがたい、美しいコンサートありがとう、私は歌好きです、嬉しい、海外の人、多分日本語わからないと思うけど、うん、こういう心に響く曲を皆さんに届けられたってことは本当に励みになってます、うん、じゃあ最後に新しくついたやつ、あ、ついてるね、うん、売れない多分、何？やった！許さないよあなた。いいねしよう。いいねした。いいねした。いいねした。いいの？いいの？いいねしちゃった。売れない多分言われてるよ。でも、すぐにあなたの心に気持ちを届けるよ。幸せにするからと書き